カート・スミスは、イギリスのミュージシャン、イングランドバース出身、ティアーズ・フォー・フィアーズのメンバーとして知られ、ソロ活動も行っている。イングランド西部、バースにて、幼馴染みのローランド・オウザバルと共に、音楽活動を開始。1970年代後期には、スカなどを演奏するグループ、グラデュエートとして、アルバムを発表。グループ解散後にローランドとカートは、ピート・バーン ロブ・フィッシャーという後にネイキッド・アイズを結成する二人と、ネオンというバンドを短期間組んだ後、ティアーズ・フォー・フィアーズを結成した。順調な活動により、世界的な成功を収めた TFF であったが、1990年代に入り、ローランドとの圧力からカートは TFF を脱退する。以後、ソロとしての活動がスタートした。1991年の TFF 脱退から間も、 なくして発表された最初のソロアルバムがコーリングアウトである。本作は英国のチャートで成功とは言い難い結果しか残せなかったこともあり、米国でのリリースは見送られている。カート本人もその劇を気に入っておらず、後に本作はホノグラムマーキュリーでのレコード契約を果たすために作ったものだったと主張している。 ニューヨークへ移住した後の1995年、ギタリストで音楽プロデューサーとしても知られるチャールトン・ペタスらと共にメイフィールドを結成した。バンド名義になってはいるが、ほとんどの楽曲をカートが手掛けるほか、プロモーションの仕方や命名方法などから見て、明らかにソロ活動の延長線上にあるものと言える。カートが小さなクラブハウスでの演奏を試行したため、 ライブバンドとしての活動が中心となった。1997年にバンド名と同タイトルのアルバムメイフィールドをリリース。スマッシュヒットとなる。1999年には個人名義ながらクレジットにはメイフィールド、フィーチャリングカート・スミスと入ったエアロプレーンを発表している。2000年になり、後にハーフウェイ、プリーズドに結実する楽曲制作を開始。 しかし、約10年間も落とさたがなかったローランドと、再び話す機会を得て、プロジェクトは延期されることとなった。二人の会話は、TFF の再結成、2004年の Everybody Loves a Happy Ending 発表、それに伴う世界的なツアーに結びついた。そのため、2006年まで制作を再開できなかった。半自助伝的なアルバムには、自分の子供たち、両親、 友達との関係などが織り込まれている。2007年4月に、フランスのレーベルサーティン・ビスレコーズからリリース。Everybody Loves a Happy Ending に収録された、フ o o You Are のオリジナルバージョン、TFF の英国でのライブ音源である、Snow Hill、フランス人女性シンガーである SO とのデュエット、Seven of Sundays などを含む14曲を収録。Cook という自らのレーベルを介して、 米国版及び各国版が2008年5月にリリースされている。その際に用途が非商業的でカート・スミスの作品と表示される限りファンが歌を上演したり使用することを可能にするクリエイティブ・コモンズのライセンス下でリリースされている。2010年に1月ツイッターを通じて知り合ったアバンギャルドなチェロ奏者ゾーイ・キーティングをフィーチャリングしたシングル All is Love を発表した。この曲は、ソーシャルメディアで出会ったアーティストと共演して、アルバムの長さになるくらい、コラボレート作品を発表していく、企画の第一弾として位置づけられている。同年8月には同様な形式で、ユニバーサルホールパスをゲストに迎えた、シングル、p e r f e c t ース y Steel を発表している。TFF としてのツアーを行いながら、 ソロ用の楽曲制作を継続し、2013年にはアルバム d ィセプ p t i v e ヘ Heavy をダウンロード販売にて発表した。俳優としての活動歴もあり、1994年の The Dead Connection にてちょい役で出演し、2000年の The Private Public ではより重要な役柄で出演している。2006年から8シーズン放送された TV ドラマ、細工。 名探偵はサイキックには何度か本人役で登場している。2010年にはインターネット上の音楽番組ストリップドダウンライブウィズカート・スミスにてホストを務め様々なミュージシャンを紹介した。カートはバースで成長しスノーヒル公営住宅団地で生活した。結婚は二度経験している。最初の妻はリン・アルトマン。 1980年代の初めに結婚し10年ほどで発局を迎えた。その後、1988年から交際を始めたフランシス・ペニントンと1996年に再婚。現在、二人の娘を設け、米国で暮らしている。2007年には米国に帰化。2008年の大統領選挙ではバラク・オバマ候補を支援した。 カートは年気の入ったサッカーファンでマンチェスターユナイテッドのサポーターである。チャンピオンズサッカーラジオネットワークによる UEFA チャンピオンズリーグ2008決勝のゲーム前の番組でゲストコメンテーターを務めている。ありがとうございます。